島を逃げ出すのなら島民から奪ったものを残らず置いていけばいいのによ。どいつもこいつも陰でつるんで嫌がるんだよ。きっと船津が契約を打ち切られたことへの腹いせに裏で圧力をかけているに違いねえ。テロリストの奴らはやりすぎだと思うが、船津をぶっ壊してって気持ちは。おや、君は。いや、君もいろいろと大変だったね。しかし君が和田摘みに戻り、学園生らを導いてくれたことを私は心から感謝しておるよ。まるで我々を挑発するかのように配備されている。苦学は信用するに値しない。30年前我々はそれを学んだはずなのに、代行をはじめとする各々は忘れてしまったようだ。若い諸君は知らないだろうが、苦学と和田摘みは半世紀以上もの間だった相入れぬ存在。苦学は和田摘みを喰らってあそこまで成長したのだよ。さすが、君はわかるようだね。30年前に撤去された兵装を倉庫から引っ張り出し再設置しているのだよ。かつての和田摘みは戦艦のように武装していた。君らを見ていると富岳相手に戦った若き日を思い出すよ。とにかく島の自立のために共に戦おう。再び君たちの力を借りることもあるかもしれん。はい、覚悟はしていますが、すでに心臓が破裂してしまいそうです。よう、校長さんよ。快適な休暇はおしまいだ。兄貴、おはよう。朝帰りお疲れさん。ちゃんと男になってきたんだろうね。あ、そっか。だったらおめでとう。もう、これで思い残すこともないよね。全員揃っているみたいね。よし、全員整列。これより作戦内容を伝達する。トリックスター、アジト割り出しついに成功したの？まあ見てくれ。今までの事件現場からウイルスの速力や航続距離を考慮して拠点がありそうな場所を絞り込んだ。これまで連中の拠点が見つからなかった理由だね。ここからさらに条件を絞り込んでいくんだが、これがどうにもうまくいかなかった。しかし今回、俺様のひらめきに基づいてある条件を一つ付け足しただけだが、これだ。該当地点の中から過去に戦闘があった場所を抽出したんだよ。歴史の授業で習わなかったか？前世紀
わだつみは海賊都市の異名を持つ死の少女。敵だらけでしょっちゅうドンパチしていたわけよ。そして古戦場は廃棄されたオブジェクトが山盛りで、身を隠すにはうってつけの場所だからな。五条さん、気づいて。以前襲撃された場所だが、どうやらあの近辺にアジがある。偵察隊がその地点を索敵し、所属不明の反応があるのを確認して。なーい、人のお楽しみを邪魔するためには労力は惜しまない。では作戦内容を伝える。我々は複数のチームを組み、テロリストのアジトの周囲を取り囲む。そして全方位から一斉に奇襲攻撃を仕掛け、あわよくば連中を釣り上げる。至って単純な作戦だが、複雑な連携の必要な作戦は失敗する可能性も高い。特に今回のような場合はな。大事なのはタイミングだ。物量と不意打ちで畳みかけることになるが、くれぐれも必要以上に突出しないように気をつけろ。分かったか。やあ、よし、では今から奇襲作戦に参加するメンツを告げる。滝沢伍長、稲岸有利兵長。以上だ。呼ばれなかった者は後方にて補助要員として待機するように。あの、お待ちください。お願いします、私も選抜メンバーに加えていただけませんか。私が信用に値しない立場なのは分かっています。しかし、だからこそ私は自分の行動によって信頼を勝ち取らねばならないのです。私は捜査も皆さんに約束しました。この身に変えても皆さんを守ってみせると。ですから。実は昔、同じ言葉を聞いたことがある。俺はそいつの願いを聞いたこと、未だに後悔し続ける。お前は綾香のことをどれだけ知っているんだ。優しい女、仲間の中国、誰よりも高潔な乙女だ。なるほど、わかった。好きにした。ただし必ず戦場から帰ってくる。それが約束できるのなら許可する。はい、必ずや。そろそろ出撃時刻だ。みんなのことをよろしく頼むぞ。立ちの巣にしてやる。
そこか、そこか、うん、せい、そこか、それと、どう、そこか、せい、あ、うん、あら、うん、せい、装備を選びましょう。よし、次行ってみよう。大丈夫か？でしちゃって大丈夫ですよ。私は自分の中にいる綾子の気持ちをどう見せればいいかずっと悩んでおりました。それだけ悩みました。恐ろしさを映ってのは操作のようなやってみてから綾子のことを信じてみたいと思うようになりました。それは良かった。ありがとうございます。これで作戦にも集中することができます。よし、その調子だ。今回も絶対に生還してまた一緒にどこかに行くよ。はい、さっさと必ず。お二人さん、ちゃんとで内緒話をしていても表情から甘ったるい何かが伝わってきてるんですけど。誤解するな。俺はちょっと励ましていただけだ。マーティンさん、許してあげてね。月読みお姉ちゃんは女の子から女になったばかりで、きっといろいろあると思うの。バカ、ユーリン、こんな時に一体何を。お姉ちゃんって、まさか一晩でプロポーズまで進展しちゃったの。それはまだ。いえ、期待などしていませんが。もちろん、されれば嬉しいのは確かですが。作戦前にあんまりつくよみをいじるな。それに、俺たちの通話は中佐も聞いているんだぞ。詳しく話を聞かせてもらおうか。親父、中佐、作戦中に不謹慎だ。兄貴、もっと気楽にしてなよ。兄貴たちが渋い顔をしているからガキどもがますます緊張しちまってるよ。そうか、すまん。そんなに硬い顔していたか。まあね、泣こうが笑おうがくたばるときは一緒なんだ。上っ面だけでもどっしりと構えていなよ。そろそろ中立地帯に突入する。気を抜くなよ。ギャッ。センサーを見てるか。よし、作戦通り全方位から一気に奇襲をかける。全員配置につく。やあ、緊張する。ナナカは大丈夫？喜べよ、ヒロミ。やっとなんだぜ。やっとこっちが先手を取れる。頼りにしてるわよ、妹さん。怖いよ、お姉ちゃん。壊れちゃったよ。もう、その演技はいいか？よし、つくよみ。俺たちは正面からだ。なるべく暴れて、敵を引きつけるぞ。いや、お任せください。奇襲作戦開始だ。全員攻撃。そこです。敵を睨んでいるぞ。行け。しかし数が多いです。ここまでの戦線員をどうやって。しかもこの薬気が全くないよね。きっ
覚悟で向かってくる。そこです、行きます。そこか、そこです、そこか。やりました。そこか、こっちにテロリストが。ありえねえ。どうした、トリックさん、何があった。後方に控えていた部隊が襲われている。なぜって、待ち伏せされていたって言うの。まずいです、総様。予想外の出来事にみんな浮き足立ってしまっています。くそ、大下ではあります。行きます、行きます、行きます、行きます。本陣はこちらの部隊で何とかする。人たちは援護に向かってくれ。いや、邪魔するな。後ろからの追っ手が、私は追っ手をお相手いたします。どこに来てもいいか。トリフトさん、状況はどうなっている。後方部隊じゃ戦力が足りねえ。トリフト共に押されている。早く救援に来てくれ。捕らえた。そこから追って、やってるぞ。
そこから来て。やっちゃった。捕らえた。そこから来て。みんな状況は？先陣を走ってた連中がやられた。他にも数名、結構やばい状況にある。負傷兵を担いで撤退。急いでベオウルフに合流しろ。富岳の部隊がどうしてここに。一斉射撃をするのならせめて警告をしていただけませんか。すまなかったな。IFF が混戦し、誰がテロリストなのか判断ができなかったのだ。ここは中立地帯で、我々はテロリスト駆除の任務中。その件に関して、君らにとやかく言われる筋合いはない。その声、まさか、海藤直人順位なのか。なんで前科者のあんたがここに。刑務所にぶち込まれたんじゃなかったの。ああ、それについては私の方から説明いたします。カト、どうしてあんたがここに。どなたかと勘違いされているようですが、私はただ富岳の従軍弁護士です。彼は富岳の臨時法廷で誘拐犯で逮捕され、大使館への降格と長期間の社会奉仕、そして保安部からの指導監視権に服していまして。そう、僕が社会奉仕のために無給の護衛任務に従事している最中、階級の5級まで降格され、今や君と同じ大使館。強姦容疑者がテロ退治だって冗談でしょ。部下には刑務所の一つも存在しないの。彼は有名な人材だ。刑務所で生産性の低い労働に従事させるように、職能を生かした償い方をさせるのが合理的だ。そう、君たちに償うためにせっせと賠償金を稼いでやっているんだ。それに再犯についてはご心配なく、彼の思考や肝臓は富岳保安部が24時間監視しておりますので。つまり僕の心の正しさは
富岳が保証してくれたの。僕がこうして早々に任務に復帰できたのも、僕の愛車種に一点の曇りもないことが証明された。何を誇らしげに言ってるのかね。心を会社に読まれて喜ぶとか、新たな目指す業界よ。監視している AI も大変ね。このゲス野郎の心をずっとチェックしなきゃならないなんて、人間なら発狂していそうだわ。みんな口に気をつけて。従軍弁護士の学生っぽいひどい目を。賢明なご判断。ふざけるな。それでなくても私らはこいつに侵されかけたんだぞ。まあ、それに関しては投げ通し。原始的な性行為への執着だけでも発展しすぎるくせに、野蛮な強姦願望を抱くとは。それに関しては不可解でした。誇り高き元主君が生臭い田舎のせいに発情してしまい、愛する不可解なのに泥を出してしまった。やはり自然出産ゆえのトラウマなのでしょうな。育った環境に問題があるとカウンセラーも証言しています。ふざけんな。私らも母ちゃんのお腹から生まれて、あんたの言う問題なる環境で育ったんだぞ。あなた方の生まれ育った境遇には同情します。皆さんが望むのであれば、賠償金を管理してメンタルケアを支配いたします。な、みんな勉強になったでしょ。動く連中が私らどんな目で見ているか。こいつらお母さんの体の温かさも知らないの。よく言うぜ、この田舎者の野蛮人どもが。お前ら落ち着け。体勢を切って引き下がるんだ。引き下がれるかな。仲間が目の前でやられたんだ。あれもこれもこいつらの仕業に違いないんだ。挑発に乗ってはいけません。ここで血を流してしまえば大変なことになってしまいます。ああ、くだらねえ。ここらの流儀ってのは相変わらず泥臭くてたまらねえな。海藤伍長、あんた連中と仲が良さそうだな。ちょっくらい私も話の輪に混ぜてもらうよ。くれよ注意。あなたはいいから臭い口を閉じてろ。ゲロと悲鳴を吐きたくなきゃ他の連中も黙ってろ。ロマンか拝んで今晩マスでも書くつもり。まあいいさ、ほら拝ませてやるからしっかり瞳に焼き付けておくな。あんたは綾香だった。久しぶりだな綾香。どうした？
親友との再会を喜んでくれないのつけみ危ない。証拠にもなく化けて出やがったのか。噂を聞いて戻ってきて正解だった。今度は一体誰がてめえを地獄から呼び戻した。雨もくたばったはずだ。わだつみの誰かがまたアホなこと繰り返しているのか。待て、彼女は綾香じゃない。いいや、こいつの目を見りゃ分かる。戦闘中の仕草も綾香にそっくりだ。注意、武器を引いてください。今はまだ罠積みとの交戦許可は。うるせえ、突っ込んでろ。あたしはテロリストの容疑者を尋問してる最中だ。五条が言ったことは本当よ。私たちもいろいろ調べたの。たとえクローンであっても記憶を引き継がないことぐらい知ってるでしょ。彩香のことを調べたのなら、なんでそんな不吉な奴と一緒に行動してるんだ。こいつが何をしたのかも知っているんだろ。彩香を知っているのなら教えてください。本当に彩香は、彩香は私の次期教師少佐様を殺めたのですか。何がおかしいのです。彩香がどうして死んだか教えてやろうか。あいつは私が殺したんだよ。あいつが、彩香が私の目の前で和田摘みのポッチャーを殺したんだよ。なあ、本当はあんたも覚えてるんじゃないか。まるっきり身に覚えがないのならそんな顔はしないだろ。あんた仲間を破滅に導いた末に慕っていたガキを殺したんだ。私はそんなはずだ。そうなんだ。もしもそこまで覚えていないのに強い心のままであの世に送ってやるよ。やめろ、彼女に手を出すつもりなら。邪魔すんなガキ。よくも、ソロ様を。いいね、そいつが今のあんたの思い人ってわけか。あの堅物に彼氏ができるなんて死んだ甲斐があったじゃねえか。茜、そこを解きなさい。邪魔をするなら、あなたであっても切る。ついでに教えてやる。そのセリフは私とあんたが最後にやり合った時のセリフだよ。みんな落ち着いて。富岳の指揮官はどなたですか。もう、どうして誰も応答してくれないのですか。ヒロミ、みんなを抑えて。ナナカ、あんたも下がって。絶対に手を出すんじゃないの。でも、このままじゃツクヨミが。そこをどけ。それとも仲良くあの世に行くか。だったお手で繋いで三途の川を渡りやがれ。全員動くな。富岳の諸君、君らの指揮官から話がある。全員気をつけ。
私は和田摘みとの交戦を許可した覚えはない。諸君らの任務はあくまでもテロリストの駆逐である。全員武器を収めて撤収せよ。いや、誰なの今の軍人の端くれになったのなら覚えておけ。あれがジェネラルこと岩永元基中将だ。ご無沙汰しております、閣下。ビルヘルム君、久しぶりだな。再び君とこの場所で相まみえるとは思ってもいなかったぞ。部下の非礼はお詫びしよう。しかし、兵隊同士のいさかいはよくあることだ。ここは、ことを収めてはくれないか。聞いた通りだ、フレイヤ君。私の部下と息子を見逃してくれないか。あいよ、中佐殿。今回だけは、あんたに免じて見逃してやるよ。あかね。その名前は30年前に捨てた。二度とその名前で呼ぶんじゃない。校長もそいつに気をつけろ。あたしもそいつを、無二の親友と死ぬ。おかげで何もかも失っちまったな。今後も一緒に頑張ろうね。私の力を貸してほしい？気が向いたらですよ。忘れちゃダメですよ。これでいいですね。